学校からの帰り、匠と夏希は二つ上の先輩塚本に声をかけられる。誘われるまま赤城へ行くことになった二人。二人とも静かになったな。走り屋のテクニックの凄さにビビってるな。怖え。俺にとっちゃ拷問だよ。気持ち悪いよ。酔いを覚ますため夏希が外を出歩いていると、あ、やばい、立ちくらみ。時計を車にぶつけてしまったことで文句を言われた夏希はますます気分を悪くしていく。具合どうだ？そろそろ帰んないとな。あのね、たくみくん、お願いがあるの。帰り運転変わって、お願い。たくみくんの運転じゃなきゃ酔っちゃう。起きるとうるさそうだから、このままほっとこう。